中将棋は日本の将棋類の一種であり、二人で行うボードゲームである。中将棋の番と駒大使の扱い水蔵が大使になると玉将と同じ働きを持つ。たとえ玉将が取られても大使が存在する場合は大使が取られるまで対局が続行される。駒の動かし方獅子の特別ルール自死は中将棋において非常に強力で重要な駒なので、 安易に相打ちして、競争を防ぐことを防ぐため、取り合いに関して特殊なルールが設けられている。これらのルールは、キリンがなってできた獅子にも同様に適用される。戦死し相手に獅子を取られたとき、その直後の手では相手の獅子を取ることができない。これを戦死しという、言っておいてから取ることは良い。ただし獅子で獅子を取った場合は、例外として先獅子にはならない。 先手の格用が後手の獅子を取ると後手は直後の手で先手の獅子を飛車で取ることができないので先手の獅子は逃げることができるもし先手が獅子を逃げずに他の手を指せば後手はその次の手で獅子を取ってもよい獅子同士の取り合い自分の獅子から見て隣接した周囲8マスにいる相手の獅子は無条件で取ることができる以下のルールは離れた所にいる相手の獅子を 自分の獅子で取るときのものである。ある駒に味方の他の駒が効いているとき、言い換えればその駒を相手が取ったときにその取った駒をすぐに取り返せるような状態のことを駒に足がついているという。足がついている相手の獅子を自分の獅子で取ることはできない。獅子以外の駒で足のある獅子を取ることは自由である。また、 つなぎ駒で獅子を取り返す場合に次の手で玉将が取られてしまい、獅子を取り返すことが事実上できない場合も、味方の駒が効いている獅子には足があるとみなす。獅子に直接の足がない場合でも、相手の獅子をまたげば、自分の獅子に足があるとき、正確に言えば、自分の獅子と相手の獅子が縦か横か、斜めにまっすぐに並んでいて、 相手の獅子の側の延長線上にその線に沿って走れる自分の駒があれば同様に足があるとみなす。これを獅子影の足、または影足、裏足があるという。ただし、自分の獅子と相手の獅子との間に不評、コー度以外の駒があれば、獅子に足があっても、その駒と同時になら取ることができる。これをつけ、食いまたは食え、天という。 この時相手はすぐにつなぎこまで死を取り返すことができる。これを死子を打つという。先手の死子は足に関係なく後手の死を取れる。先手の死には銀賞、後手の死子には強者が効いているので、お互いに死子で死子を取ることはできない。先手が格行で後手の死子を取ることは良い。後手の死子には格行によって死影の足がついているので、先手は 後手の獅子を取ることができない。逆に、先手の獅子は格用に当てられているので、逃げなければ取られてしまう。後手の二つの獅子には共に足があるが、先手は、後手の右側の獅子を銀章を取りながら付け食いできる。この時後手は、直後の手で飛車で先手の獅子を打つことができる。銀章を飛び越えて、右側の獅子だけを取ることはできない。また、ナコードは付け。 杭に使えないので左側の後手の指示は取ることができない。なお、後手のなコードと金賞を同時に取ることは付け、杭ではないので自由にできる。各コマの移動能力及びなりの特徴気力が同じ程度の場合、手合い割りは平手とする。平手線の場合、開始時にはコマを次のように並べる。上手のように、盤面を図として表示する場合、下側が線で、上側が後手となる。 先手から見て、中小技番の右上のマスを起点とし、横方向に1.232、またはね、牛、虎犬、い、縦方向に1.232と、マスの位置を表する座標を決められている。寄付はこの数字を用いて表現する。中小技でのハンディキャップの付け方には、次の3通りが知られている。92枚のコマを配置した後、特別な手順を踏む。 中将棋は大将棋よりも後に14世紀に成立したとみられ、多くの駒は大将棋から引き継いでいる。中世の記録で残されているのは、公家や上流僧侶の日記類のみであるため、各階層での将棋の遊ばれ方は全貌を知ることができないが、15世紀の記述からは、公家社会で小将棋と共に中将棋が流行していたことが読み取れる。また、 16世紀の将棋記録には中将棋についての記述の割合が多く、中将棋を単に将棋と呼び、小将棋の方を、小将棋特別しているケースも見られる。しかし、小将棋のルールが持ち駒の仕様等整備された結果か、江戸時代には小将棋が庶民の将棋の主流になっていき、中将棋の愛好者は前言していったと見られる。 明治維新後は細々と京藩地方に伝えていたが、第二次世界大戦によりその伝承は断たれようとした。このような危機に、騎士の岡崎文明と大山康春が後世に伝え、今日でも主にネット上であるが伝わっている。大山康春は幼い頃から中将棋を指していたことが、自らの粘りのある気風につながったと語っている。マスカ一。 将棋の歴史 P49 から57によれば、大将棋についての最古の記述は13世紀末の普通衝道集、中将棋についての古い記録は14世紀中頃の古都勢低近往来である。マスカワ・コウ将棋の歴史 P57 から60、中原康富の日記、コウトミキやカラスサギ合戦物語が引用されている。マスカワ・コウ将棋、 2P102 から104、時継ぐ狂気や、サネタ加工気などが挙げられている。マスカワ一、将棋の歴史 P68、将棋世界昭和45年7月号。ありがとうございます。